どんな意味だと思いますか？プロレスラー、大きくて丈夫。大家好，我是查雷。现在我人在机场，我今天有一个重大任务，就是要去见我们的尾日之友中野さん。Go go！欢迎中野さん。台湾の皆さん、大家好。テレビ熊本の中野佳穂です。よろしくお願いします。那这次呢，我们就为了要特别来见中野さん，所以跑到九州来找他。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう皆さんとまた久々にお会いできて嬉しいです。ね、楽しみ。黄色いポストも初めてかもしれない。あ、本当ですか？黄色いポストたまにあるんです。あります？幸せを連想させる色だから、幸せの黄色いハンカチっていう作品があったりして、あ、ちょうどついてきてください。お願いします、ね、全部が綺麗でねえ、あのパフェも美味しそう。中野さん、かなでです。テレビ熊本アナウンサーの中野佳穂です。レッツゴー。こっちなのかな、ゾンバーなのかな。その理由を探しに行ってみましょう。中野さんって、はい、あのネイルとかはしないの？ネイル私はしてないです。私は報道部に所属するアナウンサーなので、ニュースを取り掛けるんですよね。だから事件現場とか政治の取材とかもやるので、そういう時にその自分の爪が一番に目立たないようにネイルをしないようにするんですよ。这里会晒黑，所以他把我这里涂了防晒。他说：“居然在那边变红。”我是中野祥瑞，先脱脱几次叫叫。啊啊！カラフル。あれ可愛い。めっちゃいいですね。可愛い。クリソクリマソーダいいです。私黄色好きだから黄色にしちゃおうかな。そうなんですね。ありがとうございます。お水返します。ごめんなさい。かわいい。イエーイ、買回来了。超可愛的。我是黄色メロンソーダのクリームソーダです。じゃあ早速いただきましょう。はい、乾杯。乾杯。いただきます。いただきます。美味しい。美味しい。生きがいりましたね。えちょっと暑かったから。这吸管是很久以前，我不知道现在还有没有哎，感觉那种湿热冰会出现的。実は中野さん、はい。ちょっとお土産があるんですけど。お土産？いいんですか？はい。嬉しい。台湾有名就是凤梨酥啊，所以これは台湾のパイナップルケーキなんですけど。有名なお店ですよね。そう、私がめっちゃ好きなお店で、はい、ぜひ中野さんにも食べていただいてほしいです。ありがとうございます。いいんですか？はい、ありがとうございます。はい、ドッキリとかじゃないですよね？いや、開けてみて。怖っ。かわいい。パッケージもかわいい。でもパイナップルケーキって書いてある。じゃあ開けます。はい、じゃん。まだでした。じゃん。かわいい。かわいい。ぜひ食べてみてほしい。はい、わかりました。いただきます。どうぞ。うん、蜂蜜の味がします。蜂蜜？酸っぱくないんですか？嘘、蜂蜜の味。蜂蜜あるのかな。ちょっとないかも、蜂蜜。美味しかったです。よかったです。ありがとうございます。よかったです。めちゃめちゃ口の周りについてる。次は漢字のクイズを出しますので、それを日本語の意味と中国語の意味を当ててみてください。わかりました。クイズ好きなので頑張ります。1個目いきます。はい、お願いします。
じゃじゃーん、こちらです。大丈夫、問題ない、 OK。 中国語の意味は実は違うんですけど、どんな意味だと思いますか？プロレスラー、うん、大きくて丈夫だから男前な人。え、大丈夫で、じゃイケメンみたいな。イケメンっていうよりかは、その説明が難しい男、うん、そう、男の人を形容するときに。へえ、今も使いますか？今はあんまり使わないんですけど。じゃじゃーん、新聞、あのニュースが載っている紙です。毎朝届きます。ということは、ということは、私がよくって言ってたからニュース。正解。やった嬉しい。そう、ペーパーでも、そのテレビで流れるのも、はい、これ全部新聞っていう。そうなんですか、はい、知らなかった。日本の話、它的新聞指的就是纯粹就是报纸上的东西，然后他们如果是电视上面播的新闻的话，他们会叫做 news。じゃじゃん。お湯。あ、わかった。わかりました。これ私食べました。スープ。正解。やったー。連続正解。嬉しい。薬膳のスープ飲みました。そう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 、はい。台湾行ったかいありました。じゃじゃん。怪我。怪我した時に誰かにこうやって怪我をさせられたという時にこれを使います。なんで押すの？なんで怪我させるの？何してんのよ。まあ、かなり近いんですけど。違うんだ。これは私のせい。私のせいって聞いてるってこと。そう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 。怪我？全然わかんない。今天也算是教了中野さん很多中文吧，虽然他可能没有办法在日常绘画中用到这些字。如果有想到其他一样单字的意思，嗯，其他的汉字是一样的话，也可以告诉我们，我们可以下次再问问中野さん。香蕉哎。好神秘哦！なんかバナナの甘さが本当に、なんだろう、スイーツ的な甘さが抜けて、ね、食事に合う。甘口だからこそ合うと思う。うん、うん、好吃耶！没有想到香蕉跟咖喱会是一个东西。对对，再吹。すごい、面白そう。で、なんかまだまだ他にもあるんですよ。施法的，先是用这样浇浇吗？咖啡吧。熊本的，熊本的，熊本。哪一个比较可爱？蓝色的这个，还是再来线的？熬一会。熬一会，你喜欢吃？どっちも欲しいからどっちも買います。太っ腹。絆創膏。絆創膏、でも子供とかいいかも。お子さんとか可愛い。それ貨物列車です。多分誰も名前を知らない。本当ですか？那还有新幹線と。新幹線の方が分かる。これも可愛いかも。キャップ可愛い。ねえ、似合います。可愛い、めっちゃ可愛い。液晶。あ、液晶の帽子。液晶になれます。釣り革もあります。釣り革。我超喜欢乱买袜子。靴下集めるのが好きです。あ、そうなんですか。ご当地靴下。いただきます。美味しくてご飯がすごい進みます。是很难吃的美观，不知道怎么办。各种在被补妆。さっきウエスト緩めたんで大丈夫。初モツですか？初モツ。
誘導波のその脂身のところに似てるかも。あ、そうなんですね。あ、じゃあ想像してたもそっち。ちょっと違う。へえ。うん。美味しい。日本が美味しい。日本で初めての。すごい。啊，那腿也歪了。下你吃。哎，那个冰淇淋超好吃的，只是它太真材实料了，所以它大概上来我们不到两分钟它融化。好好吃哦，好吃哦，它的奶味超级浓。你不是要给我吃一口吗？他自己吃完，他没有给你吃。对啊，为什么？好吃哦，好浓哦。为什么不上去呢？他说我不能上去，我要做第一反应，所以我刚刚走楼梯走到一半就被赶下来了。这就是 TV， 这是他们的口袋话题。香，好赞哦，帅死了！帅死了！見えますよ。見えますね。熊本市内が一望できます。いや本当ですね。天気がいいのも本当良かった。うん。うん。あとね、外のロケの時風が吹く時はあの扇風機意味ないけど、これだと風がこうやって起こせるからこっちの方が。奏でさん。すいませんすいません。初めての体験ですごいドキドキしました。遊びに来てください。来てください。変顔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 太近。この後また30年ほどかけて完成する見通しということですが、はい、まだ30年かかるんですか。そうすごい大変。また30年後一緒に行きますか。行きましょう。30年後だから50代55歳55歳の時にまた会いましょう。はい、そうですね。